50です。さてペラ・コレスニコワ選手であります。コレスニコワ選手もまだ優勝のチャンスがあります。さあ最初のシリーズです。抱え込んでの2回の宙返り長身です。ちょっとバランス崩しましたね。そうですね、先ほどのですねダブル宙返りの前にテンポザルト宙返りしてますね、これはシリーズで2つの宙返りになるんですね。なるほど。そうすると先ほど単独でダブルやるよりもさらに高度になるわけなんですね。あ、なるほどね。これですね、また同じようにダブルから、あっと出ちゃいましたね。出ましたね。紳士の2回ひねりで出てしまいましたね、まあ、最近はいわゆる1本目2本目3本目のシリーズが全部すごいタンブリングが入ってきますね。そうですね、もうどん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 技は発展しておりますから、はい、もう置いていかれるということになりますね、次から次に新しいのが出されてます、はい。まあ、残念ながら今回は世界チャンピオンのオメリアンチュク選手は来日しなかったわけでありますが、あの選手の1本目2本目3本目のシリーズは素晴らしかったですがね、これは不審のダブルですが、これも手をついてしまいましたね。手をついてしまいましたね、はい、これも減点です。残念です。止まりますとこれす